サンデークリニック。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合、静岡県医師信用組合の協力でお送りします。皆さんこんにちは、野地武彦です。家族一人一人が皆健康であることは何者にも代えがたいものです。健康で楽しく暮らしていきたい、そんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです。専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます。今週は浜松医療センター院長補佐常務理事で県消化器内科部長の金岡茂先生に、大腸がん検診と便潜血陽性外来、そして大腸内視鏡治療というテーマでお話しいただきます。金岡先生、どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは。浜松医療センター消化器内科の金岡茂です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。今日は大腸がんのお話ということですね。はい、大腸がんはですね、がんの一つなんですけれども、がんの中で大腸がんはどのような位置づけかというとですね、死亡率では、肺がんに次いで第2位、2023年の予測では、5万4千人強という数字ですね。はい。男性では2位、女性では1位となっています。はい。罹患率、これ罹患率というのは1年間で、診断される数なんですけれども、これは第1位なんですね。2023年の予測では16万人強が診断されるという状況になっていて、男性では2位、女性でも2位という状況です。男性の、がんの中で一番、死亡数が多いのは肺がんだということですね。そうですね。喫煙率、性別によってちょっと違うでしょうから、そういうことを考えると、タバコがどんどんと喫煙率として下がってくれば、ひょっとすると男性でも大腸がんが死亡数の1位になる将来というのはあるかもしれないですね。そうですね、かなりですね、喫煙率というのは下がってきて、野地さんもご存知かと思うんですけれども、ただですね、やはり大腸がんと肺がんだと治りやすさというところでは少し違いがありますので、なるほど、はい、そういう点では将来大腸がんが男性でも一番になるというところはですね、ちょっとこれは何とも言えないところです。はい。日本ではそのような状況だということなんですが、外国ではどうでしょう。はい、これは先進国全体で言えることで、例えばアメリカですね、それとかイギリス、ヨーロッパの先進諸国なんかでもやはり大腸がんというのは、上位に来るそういうがんという形になります。はい。がん、そして大腸がんで死亡する人多いということなんですが、こうした死亡率を下げたいとするとどのようなことを考えていくということになるんでしょうか。はい、まず一般論からちょっとお話をさせてください。はい。がんの死亡率を下げるという意味で、一番はならないということが一つ大きな目標になるかと思うんですけれども、これはなかなか、難しくて、生活環境の改善というのが一つ挙げられると思います。はい。例えばそれは食事の問題であるとか、肥満にならないとか、そういうことがあると思いますし、あと非常に運動を良くすると、例えば大腸がんではがん、になるというのが下がるということが分かっていますので、はい、そのようなことをやるんですが、それにはですね、やはり非常に長い時間かけてという形になります。次に二次予防という形になるんですが、これはがんになってもですね、早期発見によって、前がん病変であるとか、がんの早期で発見して、治療に入っていければ、適正な治療をやれば速やかに効果が得られるという点があります。はい。三次予防、これは治療とも言うんですけれども、
いろんな外科的な手術だとか、化学療法ですね、抗がん剤、最近は免疫療法というのもお聞きになったかと思いますけれども、はい、あと放射線治療、そして早期の場合には内視鏡治療等でですね、そのがんを治療するという形で、がんをこう死亡するのをですね、防ぐという形になるかと思います。まあ、いろんな段階で死亡率を下げる方法は、まあ、予防法はありますよということなんですね。そうなんですね。それでですね、これなかなか先ほど言った一次予防、がんにならないようにする、はい、二次予防、これはがん検診なんですけれども、はい、三次予防、これ治療になるんですが、これ実はアメリカで言われているしっかりとした科学的なデータがあるんですけれども、アメリカではですね、大腸がんの死亡率が非常に減少してきています。はい、その中でもですね、先ほど言った1次、2次、3次というところで言いますと、大腸がん検診によるその効果が一番、寄与しているということが分かっています。あ、そうなんですね。はい、一番やはり早期の段階で見つけて、もしくは全顔病で見つけて治療することが一番効果的ですよという形が分かっているということになります。はい、アメリカの例でそういうことが分かってきたということですね。予防、検診、治療というのが、まあ、それぞれの、まあ、予防法の段階の3つの要素で、中でも検診が果たす役割が大きいということですね。もう少し詳しく大腸がん検診の有効性をお話しいただけますか。はい、他のがんと同様なんですけれども、大腸がん もですね、早期がんの段階とか進行がんでも転移のないレベルのがんというのは症状がほとんどないんですね。はい、無症状のうちに発見するというために検診が必要になってくるということになります。はい、まあ、当然症状が出たらですね、皆さん病院等にかかって、診断していただいて治療というふうに入っていくんですけども、検診というのは無症状の段階でこうやっていくという形になりますので、症状がないがん、比較的早期のがんが多いという形になるかと思います。はい、アメリカでですね、除いて、世界では日本と同様に便潜血検査を用いて大腸がん検診が行われています。いわゆる検便ですね。そうですね。はい、日本のですね、大腸がん検診で、こう発見されている大腸がんを調べてみますと、まあ、転移のないがんが約6割ぐらい、見つかってきると。はい、でそしてその適切な治療により、治る状態、治るという形になっています。はい、アメリカやイギリスなんかではですね、日本と同様に、まあ、大腸がん検診を行って死亡率が減少してきていますけれども、1990年代に実は日本が最初に大腸がん検診、この便潜血検査でやり始めたんですね。はい、ところがですね、当初は、日本の方がですね、大腸がん死亡率というのは男女とも、例えば日本、イギリス、アメリカの中ではですね、日本が一番低かったんです。そうですね、グラフをいただいてますが、はい、95年、6年ぐらいまでは日本の方が低いですね。そうですね。はい、ところが要するにこれはどうしてかというと、日本では92年に大腸がん検診がこの先ほど言った便潜血検査で行われ始めたというのもあると思うんですけれども、はい、まあ、諸外国、特にイギリス、アメリカなんかではですね、やはり検診が有効だということに気づいて、徹底的にこの大腸がん検診を行うようになったと。ほう、そういうことをしていたらですね、96年あたり、まあ、90年代の後半にはですね、実はだんだんイギリスとかアメリカの方がですね、死亡率がこう減少してきたという結果になってしまって、残念ながら日本は継続的に大腸がん検診をやっているんですけども、先進国の中では実は、死亡率は一番高くなってしまったという、ちょっと残念な結果になっています。つまり日本に比べてイギリスやアメリカの方が大腸がん検診を、まあ、徹底してやっている、強くやっているということですか。そうですね。それは例えば具体的にどういうことかというと、日本の大腸がん検診に、こう参加する、まあ、受診するということが日本人の場合はですね、約40% ぐらいしかないんですね。ところがイギリスとかアメリカではですね、それが
60% ぐらいと高いということがあります。はい。そして例えばイギリスではですね、便潜血検査陽性となった場合に精密検査を受けるという形になるんですけれども、はい、これは日本も同様なんですが、大腸内視鏡を受けていただきますと、うん、そうなった時に陽性になって、まあ、皆さんいろいろ怖いなとかいろいろあるかと思うんですが、はい、イギリスではそれが 80% を超えているのに対して日本ではちょっと 60% の後半ぐらいの数字になってしまっているんですね。まあ、そういうこともあって非常に受診率、参加検診に受診する人が多いほどやはりいいですし、はい、陽性となった場合に、まあ、精密検査を受ける人が多い方がやはりちゃんとした大腸がん見つかってきて、そして適切な治療を行えるということになっています。はい、イギリス、アメリカに比べて日本が受診率が低いというその理由は何なんでしょうね。何なんでしょうかね。実は、そこの内閣府の調査というのがあるんですけれども、はい、これは令和元年、そして実は令和5年ぐらいですね、実は内閣府のこういう調査をやっているんですけれども、かなり、皆さんこのがん検診を受ける時間がないからとかですね、あと健康状態に自信があるから必要性を感じない、そういうような感想を持っている方とか、はい、あと日本の場合は国民皆保険ですので心配な時はいつでも医療機関を受診できると、そういうような安心感から受診しない、あとは費用がかかり経済的にも負担になるからとかですね、はい、がんと分かると怖いからというような理由なんかで受けないというのが上位5つぐらいになっているんですね。がん検診はかなりお金がかかるものですか。実はですね、便潜血検査が、まあ、一次スクリーニングという形になるんですが、はい、これは実はそれほど高くなくて、いい住民検診、自治体からだとこうはがきが来ると思うんですけども、非常に補助がついていますので、まあ、本当に1000円とかそれぐらいの形で受診できるんですね。はい、主にこうセットでなってますので、具体的に大腸がん検診がいくらかかっているかというのは分からないかと思うんですけれども、まあ、それで陽性になった場合に、まあ、例えば大腸内視鏡というのは今度は診療になりますので、はい、まあ、そこでの費用が発生していくということにはなるかと思います。はい、ただそれほどですね、保険がまた効きますので非常に高いというわけではないというのは理解していただければと思います。はい、まず便に、血液が含まれていなければそれはスクリーニングを、まあ、通らないというんですか、次の段階に行かないわけですから、そうですね、そういう意味では一番安心というところなんですよね。そうですね、実際にがん検診をやったときに利益不利益というのがあるんですけれども、はい、利益の一つは、まあ、陰性だと、まあ、がんのリスクが非常に低いという安心感が得られるというのがありますね。はい、逆に不利益というのは残念ながら 100% 拾い上げることはできませんので、うん、中には見逃してしまう形もありますというところがあるんですけども、はい、もう一つ不利益の中にはですね、陽性になった場合に調べても、陰性という何も見つからないという場合があります。これは偽陽性と言いますけども、まあ、そういうものもちょっと、負担になるというか、うん、不利益の点にはなるかと思います。ただがん検診を受けない理由の中には誤解やらあるいは知識不足やらそういうものが多く含まれているなっていう印象ですね。そうですね、うん、そこのところはですね、まあ、住民検診だとすると自治体が主体でやっていますし我々がそのお手伝いをしているわけですけれども、はい、まあ、そういうものをですね非常に啓蒙していくということ、うん、またそれぞれ個人の方皆さんがですね自分のことだったらどうするかとそういうことをこう勉強していくというかそういうのを学んでいただければと思っているんですけれども。では具体的にがん検診その中身や内容を教えてください。まずその便潜血陽性外来ということもおっしゃってますが、その点についていいですか。お願いできますか。はい、少しちょっと日本の検診体制についても含めてお話をさせていただきたいんですけれども、はい、日本のですね、こういう大腸がん検診というのはですね、自治体がですね、例えば静岡市、浜松市が主体で行う住民検診、それと職場で
福利厚生の一環として行われる職域健診に大きく分かれるんですね、はい、前者の住民健診というのは例えば大きな健診センターで行う集団健診と、それとかかりつけ医であるクリニックさんで受ける個別健診というのに分かれてきます、はい、それぞれ顔の見えるところで、受けるというのはクリニックの個別健診なんですけども、この便潜血検査が陽性になった場合ですね、精密検査である大腸内視鏡検査、これ基本になりますので、はい、これを受けるのが標準という形になっております。厚生労働省からそのような指導があるわけですね。でそれでかかりつけ医の先生、これはいろんな専門の先生がいらっしゃいますけども、その中で消化器の専門でない先生もいらっしゃいます、はい、まあ、そうしますとご自分で大腸内視鏡検査とかそういうのはやられませんので、精密検査をどこでやってもらうかというのが非常に迷う場合があるかと思います。いい一点はですね、こういう個別検診の先生たちから我々総合病院とかそういうかかりつけ医クリニックさんでも大腸内視鏡専門にやっていらっしゃる施設もありますから、そういうところに紹介をしていただくという時にですね、はい、まあ、消化器専門でない先生にはこういう便潜血が陽性になった時にこういう外来があるということをいただくというのは非常に分かりやすいというのが一点だと思います、はい、それともう一つは、最近は今デジタル化というか非常にそういうもののデジタルトランスフォーメーションの問題がありますので、はい、ホームページ等でですね、実は我々の病院でも、予約できるようなシステムを作ってきていますので、はい、患者さんが自ら自分で陽性になった場合に便潜血陽性とこう、検索をしていただきますと、まあ、こういう外来があるということで分かっていただけると、まあ、こちらに直接ホームページから予約ができるようなシステムもできていますので、まあ、何しろ、患者さんにとっても分かりやすいという形でこのような外来をやろうということになりました。便潜血陽性外来に行くと、まあ、大腸内視鏡検査をするという流れだと思うんですが、大腸内視鏡ということは、はい、お尻にカメラを入れるということですか？はい、おっしゃる通りです、うん、大腸というもともと臓器は基本的にある意味便を作る臓器なんですね。はい、小腸で消化吸収が終わったものをそこから大腸で水とか電解質等を吸収して、大体は固形化したものを排泄するような形を作るんですけれども、便がありますと、検査にした場合でもですね、まあ、何が何だかよくわからない状況になってしまいますので、はい、下剤をかけたりとかそういうのを全処置というんですか、して大腸をきれいにした状態で大腸の粘膜から発生してくるがん等を、まあ、調べると見つけるということになります。大腸のどこを見てどんなことが分かるということが言えるんでしょうか？はい、大腸ですね、お尻のところに直腸なんですけども、はい、それが逆行性、ものの流れは実は盲腸という右の腰の部分あたりですね、腰骨あたりから始まって、うん、上行結腸、そして横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸というふうに、そして肛門につながるんですけども、お尻から内視鏡を挿入して逆行性に盲腸に到達をしてから、その行く途中もそうですけども引き抜きながらですね、大腸の壁、粘膜から発生してきているいろんな病気を調べていくということになります、はい、そういう内視鏡検査でもって何か気になる点が見つかる方というのはどのぐらいいらっしゃるんですか？はい、これ実はですね、浜松市ですね、浜松市も広域合併したもんですからいろいろ広いんですが、実は旧浜松市の住民検診は浜松市医師会がこう担っているんですけれども、はい、2022年ですね、令和4年の大腸がん検診の結果ではですね、便潜血陽性の人を調べてみると 2.5%、 100人やると 2.5、 まあ半分ではありませんが、1000人やると25人大腸がんが見つかっているんですね、はい、そして、がん以外でもですね、大腸には腺腫と呼ばれる良性の腫瘍があるんですが、これが、はい、だんだんがん化するということが分かっていまして、その良性の人の 45% ぐらいやはり腺腫が見つかっているんですね、はい、そうしますと、まあ、
がんはまあ当然治療しなきゃいけませんけれども、選手もですね、将来的にはがん化してくる恐れがありますので、それ自体も治療するという必要が出てきます。それで例えば、がんでも進行していればいろんな治療を持ってきますし、見つかった時点で選手であまり大きくなければですね、その時点で内視鏡的に取ってしまうような形をします。はい、ではそうしたがんや、まあ、良性の腫瘍ですね、選手というものが内視鏡検査でもって見つかった後はどのように治療していくんですか？はい、今言ったように、まあ、約半分の方にそのような形です。まあ、選手が中心なんですけども、がんも見つかってきますので、やはり便潜血陽性になったらこう実際検査を受けてほしいというのが少し分かっていただければと思うんですけれども、はい、発見されたがんでですね、やはり進行しているがんになりますと、やはり第一選択は外科的な手術が第一選択になります。はい、皆さんお聞きしたことがあると思うんですけども、最近ではですね、大きくお腹をこう切開してやるような手術ではなくて、ロボット支援下手術、ダヴィンチという言葉を聞いたことがあるかと思うんですけども、はい、そのような手術や復旧補助下手術ですね、そういうものが主流になってきています。これのいいところはですね、非常に傷口が小さいのを複数箇所開けるということになるので、患者さんの負担が非常に少ないということがあるかと思います。はい、で大腸がんの場合ですね、非常に他の消化器のがん、例えば胃がんとか膵臓がんに比べると予後が非常にいいんですね。はい、進行がいろいろ病気があるんですが、0、1、2、3、4という5段階に分かれているんですけども、4期というのはもう全身にこう転移が始まってしまっている状況なんですが、その早期じゃない2期といってある程度進行がんと言われていてもですね、 85% ぐらい5年生存率が得られたりとかですね、3期と少しリンパ節転移がこう始まってしまってもですね、約7割ぐらいの方が5年生存率が得られますので、はい、比較的良好、予後のいいがんというふうに言われております。はい、そういうことですので3期までのがんでしたらですね、ぜひ手術を受けていただくということが重要になってくるかと思います。はい、それではですね、早期の場合はどうなるかということで、0期というのも実はあるんですね。はい、それが非常に粘膜内がんという、粘膜から発生してくる、悪性腫瘍をがんと言っていますので、その粘膜に限局している粘膜内がん、非常にそういう早期のがんは内視鏡での治療で治ることができるんですね。非常にそうしますと、ちゃんと取り切ってしまえばですね、体への負担が非常に少ないということも理解できると思います。はい、お腹を切る必要はないわけですからね。はい、それともう一つは手術の場合は必ず、大腸の部分をこう何十センチか切ったりとかですので、内視鏡の場合はその粘膜のその下層ぐらいのところですねを切り取ってきますので、大腸自体は切り取らないんですね、全体をですね。はい、ということで非常に臓器温存ができるという良さもありますので、非常に負担が少なくて、その後の生活にも大腸のですね、機能低下が少ないということがあるかと思います。はい、そして選手の場合、先ほどから、まあ、がんの目だと言っているんですけども、はい、先ほど言ったように将来がんになる確率がありますので、やはりこれもですね、取っておくということが重要になるかと思います。これはアメリカの研究があるんですが、ポリープをしっかり取って、大腸にポリープが選手がないような状況を作ると、非常に、大腸がんの死亡というものが減るということが分かっていますので、はい、内視鏡的に取っておくということも非常に重要になるかと思います。大腸がん、これを早く見つけることができれば十分対応法はあるし、また大腸がんになる前の目を見つけることもできるんだということですね。いや、医学は進歩してますね。そうですね。改めて金岡先生からラジオをお聞きの方に訴えたいこと、何かございますでしょうか？はい、健康に自信がある方でもですね、
年齢を重ねるごとにがんになる確率がどうしてもこれ上がってきます、はい。40歳以上の方はですね、ぜひ大腸がん検診を受けていただき、大腸がんで亡くなる確率を減らしていくということが非常に重要になるかと思います。もし検診でですね、便潜血陽性に、検査が陽性になればですね、ぜひ精密検査ができるお近くの病院やクリニックで検査を受けることが大変重要です。要するに決して先延ばしや無視をやめましょうということになります。それともう一点、先ほど少し補足させていただきたいんですけれども、はい、大腸内視鏡をやるのはスタンダードなんですけれども、大腸内視鏡を過去にやって非常に辛い思いをしたというような方がいらっしゃった場合、非常に大腸内視鏡をもう一回やりましょうというのはなかなか障壁が高いんですね、うん。そういう場合にお尻から、炭酸ガスを入れて大腸 CT 検査というのがあるんですね。ガスを入れておいて CT を取ると、はい、それで、ポリープとかそういうがんがないかということを見ることができますので、そういうもので、代替検査をして、もしなんかがんとか、腺腫みたいなものがありそうだというときは、腰を据えて大腸内視鏡を受けていただくという形もあるかと思います。治療法、検査法にも、選択肢がありますよというご案内を最後にしていただきました。今週は浜松医療センター院長補佐常務理事兼消化器内科部長の金岡茂先生に、大腸がん検診と便潜血陽性外来、そして大腸内視鏡治療というテーマでお話しいただきました。金岡先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。来週の放送は、認知症の人と過ごす社会の実現に向けてというテーマでお送りします。気になる病気についてなどお聞きになりたいテーマがありましたら、ぜひはがき、封書、ファックスで番組宛にお送りください。番組のホームページにアクセスしていただければ、相談事やメッセージを送っていただいたり、これまでの放送内容もご覧になれたりします。お便りの宛先は郵便番号 422-8680、 SBS ラジオサンデークリニックの係、ファックスは 054-287-5555、 054-287-5555、 E メールはクリニックアットマーク digisbs.com です。 E メールは clinic アットマークdigisbs.com です。番組のホームページは SBS のホームページの SBS ラジオの欄から、この番組サンデークリニックをクリックしてください。これまでの放送についてはインターネット、 YouTube の SBS ラジオのチャンネルなどでご覧いただくことができます。お相手は野地武彦でした。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合、静岡県医師信用組合の協力でお送りしました。